指定の水庭地線庭園は、地線や水形物のある庭のこと、水性庭園水のある庭園などとも呼ばれ、水形物のある庭園の一種。中国に起源を持つ池庭の画商では、林泉が使用されているが、これは海風草の巨、セタマスマス、種、カスが王将にこの子が見え、飛鳥時代にはすでに日本で用いていたことがわかる。江戸時代には、 庭園の画語として比較的よく用いられ、鳥林鮮明小図への書斎庭園から池庭に限らず、枯山水も含め一般に庭園を表す用語である。主な目的が特定の種、または水生植物の多様性を収容、展示、または伝播することなので、内外部の景観、または建築要素としても定義が可能。庭では主に植物に焦点を当てているが、 干渉魚も収容することがあり、この場合の水の機能は、養魚池にもなる。プールや池に適応した植物の成長に関係する、ガーデニングを、ウォーターガーデニングと呼び、ガーデンのサイズや深さはほぼ2位であるが通常は、小さくて比較的浅い。これは、ほとんどの水性植物が深さに敏感であり、繁栄するために、特定の水深を必要とするためであるが、核。 ウォーターガーデンに生息する特定の種によって最終的に必要な実際の表面積と深さが決定される。水の庭園及び一般的な水系要素は古代ペルシャ式庭園と中国庭園以来公共及び私有の庭園の一部をなす。例えば304年頃にノンファングクエムジャウオンは水上庭園でほうれん草の栽培を記録している。水要素は すべての時代に存在し、その景観や環境に庭園が含まれるすべての文化によく現れている。近代化の到来で、近代的な水ポンプが導入される以前は、水は園内だけの循環ではなく、川や湧水が水には迂回し、そこから農地や自然の水路に流れていた。歴史的にこうした水の機能は、食物目的と装飾美学の両方。 植物と魚の生産を可能にするために利用されていた。ウォーターガーデンという用語は通常、比較的特定の目的に使用される、特定のタイプの自然、または人工の水機能を表すために使用されているが、他の多くのタイプ、スタイル及びデザインでも水機能は存在している。レッドオランダ金魚は、ユリの小さな屋外の池で飼育されました。 水生植物症と動物症のバランスが取れると、持続可能な水質と透明度をサポートする水生生態系が形成される。噴水、彫像、人工抱き、巨石、水中照明、裏地処理、縁取りの詳細、水路、水中及び岸辺の植栽などの要素は、視覚的な関心を高め、ウォーターガーデンを地元の風景や環境に統合するのに役立っている。 ブッシーパークウォーターガーデンの滝と、プールベルサイユ宮殿の庭園でのアポロ浴場の、ボスケ・バンダービルド邸の池ウルムフリードリヒサウ、庭園シンガポール植物園、ウォーターホリー。マンハイムの中国庭園ズオジンギュアンの左官、ヨーロッパの16世紀には、ギリシャの思想と哲学に、新たな関心が寄せられた。油圧と、 空気圧に関するアレクサンドリアのヘロン作品など、目に見えないおもりや流れる液体で操作される寺院のドア、蒸気で動く機械的な歌取りなどの彼の装置はヨーロッパの宮殿王道を築け、同様の賢い装置を作成して公共イメージを高めていた。イタリア式庭園では、いくつかの王室が水環境に機械装置を組み込んだ大きなウォーターガーデンを建設している。 最も有名なのは1550年に建設された手彫りのエステや別荘がある。多くの噴水と洞窟でカスケードが形成された丘があるが、いくつかは水を動かしたり噴出したりする水流担当の人物が置かれる。ヘルブルン宮殿の有名なウォーターガーデンは多くの水力で動く人間と動物のパフォーマンスフィギュアと人形劇さらに訪問者を驚かせるために、 予告なしに噴出したホリー噴水で構築され、ヨーロッパ中に人気が広がっていった。構築された小川などで、水の経路に岩を置くと、小さなパターン、急流、滝が形成される。岩は水流を乱し、水しぶきと泡を引き起こし、植物、魚、野生生物にとって、心地よい音と微小生息地を作り出す。 適切に配置された岩も低酸素を防ぐために酸素を追加する水しぶきを作成。気泡が多いほど水中の養存酸素が多くなるのである。ハスノロンボウニューセフェラネランボヌシフェラバドジルカー植物園。水蓮水生植物は水中、限界、浮遊の3つの主要なカテゴリーに分類される。米国の一部の地域ではこれらの植物の一部を販売。 または保管することを制限している。これらの植物がフロリダやカリフォルニアなどのより暖かい地域で侵入種になっているためである。藻類はほぼ全ての池で見られる。庭の池で育つことができる藻類の種は何百もあり、通常は個体が豊富になった時にのみ気づかれている。藻類は庭の池に典型的な高い栄養レベルのために池で非常に 高密度で成長することがよくある。一般に、草類は池の側面に付着し、無害だが、毛布雑草などと呼ばれる草類の種は、理想的な条件下でなら1日1フィートまで成長し、庭の池を急速に詰まらせる可能性もあるほか、浮遊性草類は微視的であり、池の水が緑色に見える原因となる。ただしこれは見苦しいものの、実際には水質が綺麗で、 バランスが取れていることを示している。緑色の水とは、通常、腐った食生からの栄養分が多すぎるか、スペースに対して、魚が多すぎることを意味している。浮遊している藻類を化学物質で殺すと、多くの場合は、死腐敗と化しさらに多くの栄養素が水に入ると、問題がさらに悪化するが、水から栄養素も供給ができるので、より多くの浮遊、 または水没した植物を追加すれば役立っていくので、ある。水から栄養素とすべての種類の藻類を除去するために、インストールできるフィルターもあるが、多くの池は、春の初めに自然に緑になり、その後晴れ上がるのである。西木小糸美石と小川のある、洋魚池ハチェット池、ニューフォレスト、イングランド上海遊園の池の魚庭に池を持つ、理由は、魚を維持することであるが、 多くの場合、そして多くの人が飼育し続けるのは鯉や金魚である。丈夫でカラフルな魚であるが、池は魚に影響を与える。ただし極端な温度差のない地域に位置している限り、どちらも特別な加熱を必要としない。魚が飼育されている場合、生命を支えるのに十分な酸素を水中に放置するために、通常ポンプとろ過装置が必要。冬には、 水が凍結しないように寒い気候で小さなヒーターを使用する必要がある場合もある。一般的な池の魚の例は次の通り、小さな水生カタツムリは通常植物が繁茂する池で見られる。その住環境を保つためにリンゴのカタツムリなどを導入するのである。リンニア族のメランソカタツムリなども活用されている。郊外や農村部にある地線では一般的なカエルや カイアサラマンダーなどの両生類やカメ、トカゲ、ヘビなどの爬虫類を引きつけることもよくあることである。庭の池はアライグマ、その他サギ、ヘビ、飼い猫などの捕食動物から注目が集まることもある。これらの捕食者は魚にとって危険である。このため所有者は導入品種が非常に高価である場合は防御に特に注意を払うこともよくあることである。 中国洋州市の消化運河で栽培されている水生植物、ありがとうございます。